はい、初めまして、美しい音を奏でると書いて、うん、ミノンと申します。ミノンさん、ミノン。出身はどこですか？出身は神奈川県の川崎市というところです。あ、川崎ですか。あ、すごい。じゃあどうして福岡に住んでいますか今？なんかもういろいろありまして、はいはい、まず生まれてすぐ6歳までフィリピンにいたんですよ。はいはい、私あのフィリピンとスペインと日本の歌手なんです。はいはい、あ、日本の あのクォーターなんですけど、はいはいはい、お母さんがフィリピンとスペインの、あ、でお父さんが日本人で、で、あの生まれてすぐ両親があの貧乏だったから、はいはいはい、私を日本じゃ育てられないと。でその時、はい、フィリピンは物価が安くて、はいはい、1ヶ月3万円で住めたから、フィリピンの親戚に預けられて6年間フィリピンに住んでる。あ、6年間すごいですね。この道はすごく綺麗ですね。すごいでしょ。そう、綺麗ですね。日本っぽい感じ。日本っぽい感じ。そう、あとは仕事は何をしますか？仕事はライバーしてます。配信アプリで配信をしてます。あ、配信、はい。もうどのぐらいですか？まだ1年半ぐらいです。1年半ぐらい。日本の文化について、日本の文化、ちょっと、なんだっけ、日本料理は何が好きですか？日本料理、日本料理は和食が好きです。あ、和食は、和食。例えば、うん、そうだな、お味噌汁と、はいはい、ご飯と、ああ、あと普通にも明太子、福岡で言ったら明太子とか。あ、明太、それを明太子っていうね。はいはいはい。もうご飯と味噌汁で食べるのが好きです。あ、すごいですね。ね、日本の中で一番好きな場所はどこですか？日本の中で一番素敵な場所は私はもう福岡だと思ってます。あ、福岡。福岡はもうどのぐらい住んでいます？福岡はまだ5ヶ月ぐらいなんですけど、はいはいはい、福岡のいいところは、はいはい、人がとても優しい。あ、優しいですか？はい、すごい。もう本当になんか福岡の人たちはもう、はい、お店の人も優しくて、はいはいはい、もうなんかもう人柄がもうみんな優しい。あ、すごい。僕は今日は福岡に行ってまだ分からないですし、ちょっと多分ここに住んでいたら、あとはいいんじゃないですか？どっちがいいですか？ありがとうございます。多分他の人が映らないならこっちがいいかもしれない。あ、はい、すみません。何がおすすめですか、ここに。何がおすすめですか？え、おすすめ、何？食べ物ですか？はい、食べ物はやっぱりラーメンですかね。ラーメン書いてある。ラーメンは、ラーメン、ふりやつ、何ハタハカタ豚骨ラーメン。あ、おでん4種盛りと、はい、ハタラーメン、ラーメン一つ、はい、お願いします。はい、これ日本のおでんっていう食べ物で、人気です。美味しい、とっても冬に人気です。温かいですね。温かい。あ、ありがとうございます。何ですかこれは？あ、豚骨ですよね、これ。あ、豚骨ですね。豚骨ラーメンですね。博多は、博多じゃないよ、ここ、ここは天神か、天神、そう、激戦。今日は忙しい中、乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。二人でやったんで、めっちゃきつかったですね。屋台って何時から何時なんですか？5時にこれ持ってきて、マジで美味しい。準備、まあこれ先生博多のラーメン食べたら地元の。趣味は何しますか？趣味はスポーツと、はいはい、絵を描くことです。あ、絵を描く、すごい。アーツ、美術。得意です。ちょっと入り口が変なとこなんで、ね、音楽はもうどのぐらいですか？音楽は22年やってます。22年。今27歳なんですけど、はいはい、まあ、5歳の頃から歌い始めて、お母さんがフィリピンで歌手やって、はいはい、素晴らしいですね。その影響でもう22年やってます。おお、すごい。それは素晴らしいですね。あとは
音楽も仕事ですか、どうですか。音楽は、路上ライブで、はいはいはい、お金をいただいて、はいはい、ちょっと歩きます。それも仕事にしてます。はい、何を例えば歌を、はい、時に何を使いますか。ギターと使いますか、何を使いますか。もう私は声だけです。あ、声だけ。はい、ギターは、はいはい、今最近やっと弾けるようになりたくて、はいはい、練習してます。すごいですね。歌、じゃ今歩きながらちなみに歌えますか。難しいと思います。歌えます。あ、本当に。はい、お、すごい。はい、聞きたいですね。お願いします。オリジナル曲の、はいはい、あのリフレインっていう曲を、じゃあタイトルは何。タイトルはリフレインです。リフレイン、あ、リフレイン、英語でリフレイン、英語でリフレイン、はいはいはい。じゃあお願いします。幸せの後アドル、君といる世界、モノクロームの時が彩り出して、何億年も積み重ねたこの星に生まれる一瞬みたいな奇跡に包まれて、痛くて Take me loving you、素晴らしい、本当に上手ですね。楽しかったです。ありがとうございました。自分で考えて歌詞も、ああ、何でしたっけ、何が一番難しいですか。音楽をやってて、そうそうそう、この仕事やっぱり人に認知してもらうことが一番難しくて、はいはい、アーティストってファンを一人でも増やさなきゃ有名にはなれないから、はいはいはい、いかに私を知ってもらうかを今路上ライブでやってるんですけど、はいはい、なかなか知ってもらえなくて、で TikTok とかも頑張ってるんですけど、はいはい、全然知ってもらえ、それが難しいですね。認知してもらうのが一番難しいです。あ、認知してもらうのは、私を知ってもらうのが一番難しい。あ、これをね、映さないと多分、ああ、これを全部打たないと出てこないと思います。ああ、なんだっけ、漢字ですか、難しいですね、はい、ミノン、あ、でも、ローマ字でもアンダーバーに、はいはい、ミノンにアンダーバーで出てきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかったです。じゃあこれからも頑張ってください。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。